はい、どうも皆さんこんにちは、レトゲー通信です。ゲーム以外のやりやつは初企画らしいですね。開封動画やりたいなと思いまして駿河屋さん大手ですね。レトロゲーム界の一番品揃えの豊富なとこですけども、そこから、いくつかゲームを仕入れました。で、私がこれとこれとこれって自分で選んだものと、もう一つは福袋、中身がいくらで何本入ってて中身は分かりませんよってやつがこいつの中に入っております。いや、開封をやりたいなと思って開封動画いきましょう。オープン。おう、ほうほうほう。そうそう、いつもより箱大きいなと思ったんですよ。自分で何を仕入れたかってもう大体覚えてないんでいいのかって、まず私がやっても開けたら、ああこれ買ったなっていうのが入ってますね。よいしょ。ダンジョンエクスプローラー PC エンジンですね。私持ってると思ってたんですよ。だけど箱だけあったけどソフトがなかったんですよ。で、今 PC エンジンミニの紹介をやってる最中で、ダンジョンエクスプローラーもやろうって探したんですけども見つからなくて、いやこれはダメだぞと思って、とりあえず1本仕入れていました。安かったですよ、値段はそんな高くなかったですね。これが1つ。そうそうそう、プレイステーション2のトマックっていうですね、結構シュールなゲームなんだろうなと思ってます。これもちょっと気になって、値段はそんなしなかったと思います。これも安かったと思いますね。これをちょっと仕入れてみました。ちょっとですね、先ほどなんですけどもトラブルがありまして、私の1台しかないゲームのようなキャプチャーボードがですねぶっ壊れたと。それこそ本当はこれはライブでやりたかったんですよ。ライブ配信しようかなって思ってたんですけども、それのカメラとか設定してそのキャプチャーボードに HDMI を挿そうとしたところ、無理がかかってコンセントのところがひん曲がってしまって、今電源が入らない状態になっちゃいました。いやーと思って、だからゲーム配信が今しばらくできないんですよね。すぐキャプチャーボードは買うつもりではいるけども、いやー勘弁してよって感じですね。ちょっとまあ私も悪いんだけど、ちょっと運がなかったなというふうに思ってます。まあまあいいや。プレステ4はできるんですよ。別個で引っ張れるんで、繋がってるんで、キャプチャーボードいらないんですよね。で、これ 3D 用のソフトですね。バーチャルパペット、レイカ。気にはなってたんですよね。どんなゲームかは、私もよく知らないと。出てこないわ、これ。傷つけたくないから出さない。まあいずれ多分プレイすることにはこれはなると思うんで、その時紹介していきましょう。わりかし 3DO はうち力入れてるのでし、あと今日また別の結構珍しい 3DO の、ソフトを1本仕入れることができましたんで、注文ができたんで、それもちょっとお楽しみにしてほしいなと思います。また18禁ですけどね。パッと見たところこの3本が入ってますよという感じですね。じゃあ続いていきましょう。こいつだこいつだ。ああこれはまずい。個人情報は先に出していきます。これがよいしょ。
はい、今回の一番の主目的、結構重いですね、これ。何本入ってるのかな、30本ぐらいでしたかね。プレイステーションの1、プレイステーションですね。ダブってなきゃいいけどね。私そんなにいっぱい持ってるんですよね、プレイステーションって。多分100本ぐらいしかないはずなんで、ダブってないということを願って見ていきたい。ラブヒナ、ん、どうなってんのこれ、ん、え、こういうもんなの、これ逆さま、ちょっと状況があったし、つかめない。あ、わかったわかったなんだよ、こういうことか、びっくりした。ラブヒナ、言葉は粉雪のように、これは、テレビ東京、講談社テレビ東京で放送したって書いてますね。の、ゲーム版ですね。ポケットステーションで言葉を集める。言葉の数は500個以上。これは前作同様ってこと。これ続編なのかな ?AV リモコンを利用して、どんどん言葉を集めてね、楽しい新作ミニゲームも追加されているよ、と。言葉を組み合わせると。で、言葉を集めた言葉を組み合わせ正しいペアを作り出すとイベントが発生して、それを数え150種類のイベント、中にはちょっとエッチなイベントも点々点と。このゲームをプレイするにはポケットステーションが必要だよって。私持ってないやそれマジか。まあ一歩目これですね。ラブヒナ、はい、次行きましょう。あ、これあれだ、査定者の名前入っちゃってる。これは見せないようにして、同じくコナミから出ました幻想水滸伝の2。幻想水滸伝ですね。まあ、水滸伝だから仲間多いですよね。仲間は総勢108人。迫力の画面効果とテンポは良い戦闘シーン、自分で良いって言っちゃってますよこれ戦いのドラマの中で交差する108の思い、祈り、願い、悲しみ、そしてその結末に知る者はいないと。幻想水滸伝、私でも水滸伝は今のところプレイしたことはないかな。いや、ないことはないか。ロチシンとかですよね。違うもん。あ、全然違うし。ハイランド王国とシャウストン都市同盟っていう、ああ、うん、はい、わかりました。私の想像してた水滸伝とはちょこっと違いますね。まあ、いずれ、触ることは触ると思います。はい。お次。名前だけ隠しましょうか。ゼロドライブ2くらいですね。見ます。ここはあの査定者の名前入っちゃってるんで、指でちょっと押さえておきますけどね。狂気のプログラム生命体イブを破壊せよと。EVE イブですよね。超スピード展開する攻防と破壊の応酬、そびえ立つ壁や多角形ステージ等、さまざまな状況でどう攻めるか。超高速に進化を遂げた構成プログラム、攻撃の攻に性欲の性ですね、プログラムたちにアクセスし未知の仮想空間を駆け抜けろ。試合をメモリーカードに最大約200ファイル保存できるリプレイモードが搭載されてますよ。会社ズーム札幌中央公通り、あ、北高ビューって知ってますね。今もあんのかね。はい、次行きましょう。あ、これ全部名前入っちゃってるわこれ。しょうがないよね。メガロット R、 メガロット R ですね。ちょっと見ていきましょう。メガロット戦場革命、メガロットが 3D になって新たに魂を息吹、リアル&大迫力のロボトル戦闘を繰り広げると。クイズゲームじゃないよね。なんか三択っぽいのが出てんだよね。メダロット自体私わからないからちょっとあれですけども、まあこれもちょっとあれですね、プレイできるのであればプレイしたいなって感じですね。しないかな持ってないですね。でもさっき言うのこれはなんだっけ、もうあの摩訶不思議な感じが突っ始めから出てるんですけどもですね、ファイナルファンタジータクティクス、これ名作ですよ。
やりました、やりました。これ面白いんだよね。ですね、RPG は RPG なんですけども、なんだっけ、あまり言ってもねえや。うわびっくりした、汚ねえディスクコピコピですね、まあ、しょうがないね、安く買ってきたらね、これ起動するのかな、この汚いディスクってちょっと怖いところありますね、これ。あ、しかも閉まんねえし。シミュレーション RPG 的なやつですね。でも職業とかはね、これ面白いんだよね、いろんなことできるんだよね。はい、行きましょう。ファイナルファンタジーの5、6、7、8。ファイナルファンタジーの8。いや、ちょこっとしかやってないですね、私。あ、やったわ、これ。スコールとパーティー会場、リノア都市や、これ、兵士養成学校の、あれですね。やった、やった。これ持ってないですね。もう多分、家にはないんで。他人との関わり合いを拒絶してきたスコールだが、彼女の自由な生き方や試合に影響されていく。一方その頃、突如大国ガルバディアが全世界に向けて宣戦布告、演説する大統領の傍らには人々の許可で消えかけていた魔女の姿があったと。魔女映ってますね。あ、いた、この人ですね。はい、ディスク1、2、4枚もあんだディスク。そうですね、スクエア。あれですね、説明書やっぱり汚いですね。まあいいんだけど今ファイナルファンタジーの6をやってるので、折り読みてやる感じですかね。はい、次行きましょう。名前ついてないと。女神異聞録ペルソナ、ペルソナってなってますね。女神転生シリーズの魅力を受け継ぐ新たな可能性を追求した最新作。あとは、女神転生はやりたいねでもまあそういう話をしてるんじゃないんでね。誰もが体験するまたはしたことのある学園をテーマに仕上げ、あらゆる年齢層を楽しめるソフトです。ペルソナ、ペルソナはですね、アニメは見たんですよね。4と5のアニメは見たけど、ゲーム自体はやってないよね。動画サイトでペルソナ4の特番とか結構やってて、それは予約して見てましたね。もう関さんが暴走するんですよ脱ぎ出したぞっていうねで、浪川さんが急いで止めるんですよね。ダメ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 みたいなこと言って、次行きましょう。ちょっとこれはちょっと私ね、スタッフの名前が悩んで、これドラッグの4導かれし者たちですね。ドラッグ見るから暗い子供かですね。ドラクエ4はファミコン版持ってっからね。称号とかあんのか、それでも。あれ、第6章あるのってプレイステーション版でしたっけ。私あんまり覚えてないんだよな。ファミコン版は面白くやらせてもらったんだよね。クリフトバカか、お前は。ってね。ザキなんか。ねえよって言うけど、それは全滅した時私がリセットしてっから賢くならないっていうのをだいぶ後に知りましたはい、次行きましょう。これは半剣ものですね。ワンピースグランドバトル2で、もちろん東映アニメーションフジテレビバンダイっていう有名なところですね。新必殺技でぶっ飛ばせ。
ビジュアルアドベンチャーアルバムモード搭載、修行モードでございます。各種キャラも続々登場、オープニング全キャラ対応、エンディングも全て新作アニメ、イベントは40人以上フルボイス&書き起こしイラスト。あー、ジャスラックのマークがついている。これは多分テレビの曲が入ってから放送するときに、まず生では無理か。録画だと音楽のところだけカットしたり音を消したりすることはできるから、やるとしたらそうなりますよね。結構音楽は、音はね、ジャスラックのマークついてると気使うんですよ。これ出せないってなるんですね。列車で行こうの4エボリューションですね。列車シリーズは昔パソコンPC98 か Windows か忘れましたけど、それでやったことはあるんですよ。ほとんど真面目にはやってなかったね。やっぱりまだ若かったっていうか子供の頃だったんで、やっぱりシムシティとかの方に走っちゃうんですよね。ちょっと A 列車がわからないと。でも今ならね、やってできないことないのかな。君は鉄道会社のオーナーとして鉄道をベースとした街づくりにチャレンジする。高速ビルの立ち並ぶハイパー都市、緑栄える山荘のレジャーランド、各エリアを結ぶ各交通など、多彩な建築物と交通機関を自由自在にレイアウト。都市のデザインと機能面、そして会社を動かすビジネス手腕、街の形はアイデア次第。君は今壮大な都市開発のプロジェクトリーダーとなると。まあこれ夢作ですけどね。次行きましょう。ファイナルファンタジー、これ大丈夫ですね。9なのかな、これ10から1引いてから9ですね。ファイナルファンタジー9、これはやってないわ。あ、やってない。やったかも、ちょこっとやってるかもしれないですね。あの車同士みたいなのが主人公になってて、これでなかったっけ。わかんねえなファイナルファンタジー9、9。ゼータガンダム、ゼットガンダム、モビルスーツ、ゼットガンダム、バンダイから出てますね。こんな感じですね。あー、これもジャスラックのマークがついてます。音楽が入ってくるそうだろうと予想がつきますね破られた2本目ですよ、ファイナルファンタジーの9。2度美味しいですね。2回はやんねえと思うよね。これはかぶったんな、ついてない。これ持ってますね、 IQ ファイナル。買ったけどまだ実況ではやってなくて、やろうと思って買ってはあるんだけど、かぶっちゃったまあまあこういうこともありますよね。増えてきたら被ることだってもちろんあるわけで、しょうがないですね。次、クロックアドベンチャー、神戸なんだ。全世界で250万人が夢中、スーパーワクワク体験日本に上陸。次から次へといろんな冒険、こんな興奮始めている。ああ、なるほど。ヨッシーっぽいけど、多分もちろん違いますよね。会社違いますもんね。あんまりそこ刺激できないと思うんですよね。これはな、いやでもこれさ、もろもろマリオカットっぽく見えるんだけど、大丈夫？これもさ、あのワンワンっぽく見えるんだけどさ、まだプレイしてないからなんともわかんないですけどね。わかんないけど大丈夫っていう、そのちょっと箱を見て、あれ気になりました。あー、いいの引いた。これは当たりですね。欲しかったんだよ、カプコンジェネレーションの2、魔界と騎士。これは持ってなかったよ。いやー嬉しいな、これは。魔界村、大魔界村、超魔界村を忠実に移植しましたと。
そう思うんですね。特に私はですね、大魔界村がやりたかったんだよね。だから PC エンジンの、なんだっけあれ、コアグラフィックスじゃなくて、なんだっけ、カニみたいなやつスーパーグラフィックス、違う、ごめんなさい、薄いって言ったらごめんなさい、版がプレミア価格で手に入んないんですよ。いや、手に、金出せば手に入るんだけど、ちょっとほいってやろうかなっていう感じで買うような額ではないんですよね。なもんだから、見送りになってたんだよね。大魔界村。超魔界村はスーパーファミコン版で昔、友達んちでやったことがあって、まあもちろん魔界村シリーズは難しいから、私、大して進まなかったんだけども。これはでも、いやー、これは嬉しいよ、私。うー、箱ぶっ壊れてるのか、箱が壊れてるというか、うん。もうここがないですね、これ。これ落ちてくるよ。ちょっとあれだな、なんか綺麗な箱と入れ替えちゃうか、今度。これはでも、この状態の悪さで、できても私は気にしないから、高くてこれだと不満は出るけど、1本80円とか100円でしょ単価ってなると、まあ別にいいんじゃねっていう。で、私コレクターというよりどっちかというとやっぱり実況したい、しないといけない立場なので、まあもう嬉しいですよ、これは。だいぶ、半分近くった、それでも。これはわしわかんないな。赤川次郎の野草曲2。野草曲って読みがないのかな、ノベルかな、ミステリーノベルかな。死者の書が泣いている、惨劇は繰り返される、自殺他殺臨終。ああ暗いですね。一つの、新推理システム、ミステリーチップ、見えない選択肢を探し出せ、男女性別選択が可能、あなたが物語の主人公に、一つの事件が終わると次に、これ5時じゃないですかねピントはないかな。一つの事件が終わると次の後にギが入っちゃったね。次ギの事件が現れる続編シナリオシステム、 3D 立体音響が迫力の緊迫感を演出、 3D グラフィックをさらに魅力的な赤川ワールドを表現、ビクターインタラクティブソフトウェア。まあノベルはね、やりたい、一人でやるにはいいかな配信してもね、やっぱり受けがあんまり良くない。ダンスダンスレボリューションベストヒッツ。いやでもさ、ダンスダンスレボリューションって言われても、マット私持ってないよ。コントローラーでやる。あ、でもどっちにしてもあれか、音楽絡んでくると出せないのかな。ちょっとそこはあれですね、配信する立場としてはもどかしいところであるけど、まあ、しょうがないですよね。渋い、シンプル1500シリーズのザ・テトリス、落ち物パズル、これ説明不要だと思います。Tスピン、新テクニック Tスピンの採用に新たなもの白さ、 Tスピンって何でしょうかね。次行きましょう。あー、ダブったー、これ余ってんだ。イタストゴージャスキングだけど、売ってたよね、余ってるっぽいなまあしょうがない。いただきストリートシリーズはプレイしたいんだけども、私モノポリとか、あるいはちょっとジャンルは違うけどカルドセプトシリーズとかよくやってるんですよ。っていうのも考えると、イタストもやってもいいんだけど、楽しくこう配信できるか自信がないんですよね。あんまり上手くないっていうのもあるし、まあね、いずれちょっとやるのもありですよね、イタスト。いやー、これダブるのちょっとショック。これで折り返しぐらいかな。あ、これ名前付きですね。ちょっと名前を隠して、よいしょ。
爆走デコトラ伝説男一匹夢街道、はい、恋と喧嘩と演歌の世界で日本一の男を目指して、恋と喧嘩が分かる、演歌がなぜそこに入ってくるんだ、そういうもんなのかな。デコトラだよね、誰でも楽しめる新感覚レースゲーム、じゃーってじゃーってやってたよ。車線変更システムで初心者でもレースの爽快感を味わえる、車線変更システムで初心者でもレースの爽快感を味わえる、通常の操作への切り替えも可能だ。まあいいや、やんないと分かんないですね。これモードは全国制覇モード、頂上戦、頂上戦争モード、男の花道モード、頭脳対決モードで、またこれもジャスラックのマークがついております。これがあるとね、配信難しいよね。これは持ってるな。バイオハザード2、バイオハザードシリーズも配信してないですもんね。やりたいですね、バイオハザード2ですね。おー、名作引いたわ。はい、俺の屍を越えて行け。これ友達家でやったか、友達にやってるの見たかしてますね。おー、短命の呪いはすぐ死んじゃう聖人もびっくりの設定だ。君のハートを惑わす神様がずらり、公約意志も不謹慎に高まってくるはず。うん、何言ってるかさっぱりわからんすね。あ、これサウカンザプレイステーションの編集長さんがレビューした一言レビューですね。あまりにも尊な主人公の人の遭遇、ただこの瞬間の RPG のシステムとストーリーが直結するプレイ感覚はこの作品にしか味わえないものだと思います。電気プレイステーションの編集長、あなたは数年で死に至ります、子孫を残すことができませんと言われるのが衝撃的。無用な壮大さ、重圧感や自キャラへの感情移入を大胆に取り除いた野心作は類たる歴史物 RPG の屍を超えるから。これハイパープレイステーション編集長、増田商事と職人集団アルファシステムが作り上げた俺しか、子持ちと妊婦に大受けとの噂の俺しか、私にも受けました。これファミ通 PS 編集長。ラスト、このゲームの最大の特徴はプレイを重ねるごとに自らが持つ血に対する慈しみや誇りが生まれてくることを、普段日常で自分自身の血についてどれほどのことを考えるだろうか、プレイステーションマガジン編集長。この5名が一言レビューをしてるっていうのが裏面にポップコーンですね。さすがですね、これ一つの見せ方だよね。これ面白そう。はい、次、夏休み、僕の夏休み、プレイステーション版、もちろんプレイステーションしかないんだけど、これあれなんだよね、裏技っていうかバグ技でさ、31日目行くとなんか本当恐ろしいこと起きるやつ、あるんだよね。私はそこへ、あ、それ探してやってもいいけどね1975年夏、もちろん私の生まれる前ですね。俺は母親が臨終、あ、臨終じゃない、臨月すいません、申し訳ない、わざとじゃないです。母親が臨月を迎えたため、8月の1ヶ月間、田舎のおじの家に預けられた9歳の僕、そして今の前に広がる日本の夏。いいっすね。ラジオ体操、朝顔、絵日記、昆虫採集、虫相撲、秘密基地ごっこ、魚釣り、夜の縁側で線香花火、8月の強い日差しと湧き上がる入道雲、野山を埋め尽くす蝉の声、夜の虫たちのささやき、小川のせせらぎを聞きながら過ごした懐かしく少しせずに、あの夏の日々をもう一度、大人になってしまったあなたに、僕の夏休み、夏休みぐらいにやりますかいや、でもそれだと進まないのかな、話が。ドラクエですね、ドラクエ7、エデンの戦士たち、だからどんなんだっけ、石板集めるやつかですね。これはやりましたね。これやってるあたりで我が家にもインターネットが引かさって、インターネットで調べてやるっていうのを覚えたようなゲームだった気がします。
西遊記、西遊記、遥か天竺へ、観音菩薩の命を受け、あ、命を受けだ命を受け、天下無敵の孫悟空が縦横無尽の大活躍、西から西へと向かう長い旅、次から次へと迫る危機。あー、これどういうあれですかね、アクション、ロープレイ、アクションかな。なんかちょっとピロッと言ってますけど、気にしないでしょ。次、バイオハザード1、さっき2引きましたよね。1ですね、やってないよね。でもバイオハザードはね、これはやってないと思います。持ってもいないはずです。わあ、渋いの来たよ。アンジェリークスペシャル2。はあ、アンジェリークか、アンジェリークか、やってもいいよ楽しそうにできないだろうな、自信がないですね。アンジェリークを楽しくプレイするっていうこれどんなゲームだろう。マスターオブモンスターズ暁の賢者たち、裏読みますね。緑あふれる大地アースランド、そしてその平和な世界はたった一人の男の手によって戦乱の地に変えられてしまった。マスター・オブ・モンスターズは剣と魔法が支配するファンタジー世界を題材としたシミュレーションウォーゲーム、シミュレーションウォーか。プレイヤーはモンスター軍団を事前に操るマスターの力を借りて異世界からモンスターを召喚し、敵を倒し自分のモンスターたちを育てていくと。面白そうですね。でプレイヤー1から4人っていうのもなんかあれですね、やりようあんのかもね。誰か来た時でも時間かかんのかな、サクッとできる系なのか、それともすごい4人でやって、半日とかかけて一戦とあれとかそういう系なのかわかんないですけど、これでもちょっと読んだ感じは面白そうでしたね。持ってないしやったこともないと思います。次です。かわいい女の子が映ってますね。ダブルキャスト、紐解かれたシナリオにまつわる不気味な伝説、彼女との出会いから起こる奇妙な出来事は桃の事件に発展する驚愕のサスペンスホラー、サスペンスホラーなんだ。ドラシリーズはフルボイスアフルアニメーションに展開される新しい形のドラマ。ああ。どうなんですかね、こういうやつってわりかし配信して YouTube にはいアップしましたって上げた瞬間にこの物は著作者によって公開できませんって一瞬で来るんですよね。前もプレイステーション系のソフトで何かで引っかかって、いやせっかく買ったのに配信できねえのかよと思ったゲームがあったんですよね。まあしょうがないですよね、私がどうこう言ってもどうにもなんないことなんで。次ですね、高機動幻想 GPM、 ガンパレードマーチ、ガンパレードマーチ GPS ですか。全然どんなゲームか分かんないや。学園モード、授業を受ける、訓練や仕事を行って欲しいものを買うためにアルバイトを精を出す、好きなキャラクターを追っかけるなど、学園モードで学生生活のあらゆる楽しみを自由に満喫することができます。他のキャラクターたちと友情を結んだり恋をしたり、時には喧嘩もしたり、あなたの思うように行動してみてください。自由のが効く感じではあるんだね。ただ幻獣軍が出現するとプレイヤーたちの部隊は出撃すると、急にこう現実に戻されるバトル戦闘モードですね。なるほど、はい、だいぶあと数分ですね。いいですね。天柱の2、天柱2、これやってないよね、やったこともない気がする。今思うと割とやってないゲームってポロポロ出てくるもんですね。頼れるものは己の真偽体のみ、決められた侵入経路はない、
フルポリゴンで表現された広大な城や町を自由に移動し目的を果たしなさいと。暗殺系かな。隠密行動、兄弟子剣山、拠点潜入、一撃必殺。ステージは全28面、膨大な種類の登場キャラクター。天柱の2ですかね。天柱2って書いてますね。天柱2ですね。あ、これ名前入ってますね。レジェンド・オブ・ドラグーン。すべては一本の、なんて言うのかな、新木樹、新木樹から始まった今1万年の時空を超えて、ザ・レジェンド・オブ・ドラゴーンと。これだけじゃ全く何のゲームかわからないけど、ディスク4枚入ってんだ。いやアクションっぽいですね、見た感じ。はい、次行きましょう。ロマンスは剣の輝き2。ロマンス、10人の美少女たちを巡る恋愛アプリ、いいっすね。前編フルボイス、ストーリーを彩る豪華声優陣、パーティーに加えることでキャラの好感度がアップするよと。新キャラクターアリシアを巡る謎は、でもなんかこうラッキースケベ的な感じのシーンがありそうなパッケージしてますね。楽しみだよこれ。おそらくこれが最後の一枚になりますね。よいしょー、またかい。まあ、さっきとは違うやつだけど、アンジェリークですね。アンジェリークの天空のレクイエム。アンジェリークシリーズだね。私でも光栄、私光栄は昔から好きで、いろんなゲームやってたんだけども、このアンジェリークシリーズはやってないんですよ。光栄どうしちゃったろって。それ出すんなら限定合戦の続編出そうよとかって思ってましたよ、本当に。だから、でもこれあれだろうね、イケメンヒーローがたくさん出て、ヒーローというか、まあイケメン男子がたくさん出てくるんですよね、きっと。そういうのが好きな、人にはすごいなんかキュンとするかもしれないんだけど、残念ながら私そういう趣味がないので。あったらちょっとあれびっくりですけどね、申し訳ないけどないんで、それをこうね。しかも私イケボでもないし、イケボでもないやつが声真似してキャラクターを怪我すんじゃねえよって絶対言われるパターンだなって自分で分かってるんで。いやお見事、開けましたよ。何本入ってたのこれ結局のところ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、10,4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24、まだありますよ。25,26,27,28,29,30,31,32,33,30,35枚、ゲーム35本で、おそらくこれ多分3000円とかの、もっと安いかな、もっとかな、詳しくわかんないですけど、3000円とかそんなもんなんで、多分1本100円ぐらいの、バンバンぶっこんでもいいよっていうようなやつを、こうやったような福袋、まあ、箱ですけども、福袋的な感じにして、入れてると思います。で、パッと見た感じ、さっき、ダブってるなっていうのはほぼほぼなかった。何本かありましたけど、IQ と、あとまあ、この中でダブりやがった、ファイナルファンタジーの8とかですよね。ぐらいなもんで、割と今回良かったなっていう気がしております。いやー、でもあれですよね、またこの福袋楽しかったから、もう2つぐらい一気に買うかったら、こんな似たようなのがまた来るんですよね、きっとね。
私それはね、今もう本当にゲームの不良在庫を抱えたくないっていう状況もありますんで結構抱えてるんですよ今段階で。ファミコン、スーファミ、ドリームキャストあたりがもう不良在庫モードに入っちゃってて、どっかで手放したいと思ってるぐらいですよね。むしろ何かの機会があったら見てるくれてる人にプレゼント企画であげてもいいぐらいの感じで思ってるんですよ本当にあるんですよこれ。ってなるんですけど、いや割と駿河屋さんの福袋楽しかったですね。駿河屋さんやっぱりいろんなものあるから面白いですよね。はい、というわけでして、本日はですね駿河屋さんで買ったゲーム、一部は私が自分で選んで買ったものプラスプレイステーションの福袋の、開封動画やってみました。今回良かったのはこの辺は本当に何入ってるか私が知らないっていう状況で本当に開けてるんで、わりかし楽しく見ていくことができたかなと思います。でもちろん開封したゲームはですね動画としてプレイキャプチャーボードが直ればですけどプレイしていくつもりでいますので、ちょっとそれはお楽しみにしていてください。でもしこの中であるくせになんで出さねえんだとかっていうのがもしあればそれで優先していたします。頑張りますんで。はい、というわけで、開封動画第1回になります。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。はい、こっちこっち。さようなら。